この時間は日本対川崎、こちらの一戦をお届けいたします。本日のゲームはエスタディオヌエボトリウンフォで行われます。日本国国歌お聴きいただきます。日本は 4-4-2 のシステムですが、どうご覧になりますか？そうですね、この場合のシステムですとサイドバックがどれだけ仕事ができるか、そこが大きな鍵を握ってくると思いますね、はい、サイドから仕掛けてくるタイプのフラット型、トップ下を置いてトライアングルを作る形のダイヤモンド型がありますよね、どちらもサイドバックのオーバーラップが攻撃の大きな武器になりますよね。そうなんですね、サイドバックの上がり方ですね。そうですよね、ただそこが上がった時ディフェンスライン全体がその空いたサイドにスライドして人数をカバーする必要がありますよね、はい、ディフェンス陣は特に気をつけなければいけないですよね。そのあたりも含めて各ポジションごと役割が明確なシステムと言えますよね。なるほど。前半ゲームはスタートしています。日本対川崎、エキシビションマッチをお届けしてまいります。サイド紹介です。右から左に川崎、対して左のエンドを守るのは日本となります。これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。ジョアン・シュミッツ、脇坂へ、谷口、長いボールを送ります。シミッチへ、ふわっと裏を狙う、酒井、畑中、南野、酒井へ、橋本、伊藤へ、原口から左サイド、ドルーズボール。長友も非常に攻撃的なサイドバックの選手です。脇坂、シミッチへ、ジェジエウ、脇坂へ、大きく前線に入れます。さあ小林、スルーパスを狙う、裏へ抜けた。さあレアンドロ・ダミアン、シュート、いやー、先制。素晴らしいパスワークからのゴールが生まれました。これだけの連携プレーっていうのはチーム全員が意識していないとなかなかできないんですよね。見事な崩し方ですよね。立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね、立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言えますよね。素晴らしいですね。大迫からスペースに出る、抜けるか、どうだ、
川崎、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。原口から大迫、大きく縦へ、脇坂、レアンドロ・ダミアン、抜いた、小林からサイドのスペースへ上げる、ツーゾーン来た、ついちゃった、連続ゴール、流れるパスワークからゴールが生まれました。いや、つなぎながら見事に相手を崩しましたよね。技術的なところもそうですけども、選手同士の連動が見事でしたよね。さらに1点を追加し2対0としています。いや、止まらないですよね、この勢い、はい、何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、これもプラスに働くチームなんですよね。そうですね。ボール入るか、酒井、ファーサイドへのボール、原口シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。川崎、長友、このボールに触ります。ベースにいいボール出たんですけどもね。原口、ふわっとしたボール、サイドへ味方を走らせますが、これは合いません。縦へのボール、川崎、先ほどからサイドバックが随分と高い位置を取っていますね。そうですね。鈴木、これはパスだ、抜けるか、どうだ、シュートもあります、どうだ、レアンドロ・ダミアン、日本としてはここはまだリスクを犯す時間帯じゃないので、失点しないようにじっくりいくことが大事ですよね。長いボール縦へ、右サイドへ振って、ポールのかこのパス、クリア、このピンチをなんとか出します。谷口、山根、長いボールを送ります。川島のセーブ、いや頼もしいですよね、これ止めちゃうわけですからね、まさに守護神ですよね。酒井、一人持ち上がっていく、伊藤、南野、ディフェンスをものともしません。原口、大迫に渡る、シュート、縦へのボール、脇坂、裏へのスルーパス、おっといいボールでしょ、うわ惜しい、これはちょっとコントロールできませんでした。大きく縦へ、
南野から大迫、伊藤からアーチのようなパス。さあ長友へクロスを選択、直接行ってしまいました。南野素早いパスで攻め上がっていきます。長いボール縦へ寄せられてますけどもね、キープ力ありますね。裏のスペースを狙う脇坂、さあ繋がるか。 いいボールだ。おいい形でしょ。撫でるようなボールタッチ、クロスが入る。伊藤一人で駆け上がる。山根この試合ですでにアシストを記録しています。川崎最終ラインまでボールを下げる。脇坂、ジェジエウ、谷口、大きく縦へ、裏を狙う、仕掛けるか、外に逃げる。クロスを相手選手に弾かれましたがコーナーキックになります。ここはショート、さあ中はいる。どうする、山根、来ましたよ、こぼれてる、強さありますよね。危ない、中上げる、これを拾いたい日本。原口、長友へ。日本がこの残り時間ビハインドでの状況でどういった意識が大事なんでしょうか。そうですね、点は入らなくても攻めていい形を作って後半につなげていきたいでしょうね。ベースを狙う、もうこれいいでしょ。原口、長友、吉田へ、原口、南野へ、伊藤、打つか、自分で行く、来た、シュート。ポストの左です。これをカットします。長友一人で行く、原口へ、裏へ届くか、ジェジエウ、43分です。谷口、縦に大きく放り込む、これは合いません。裏へ出るか、このボールに触ります。原口、橋本、ボールを下げてリズムを作るか、伊藤へ、勝負のシーン、伊藤スルーパスを出すと、ボールは吉田へ、橋本、伊藤へ、ロングフィードで狙う、長友、いい展開ですね。さあ上がる、これは再処理、三
ドル。素晴らしい攻撃だったんですが、ここでホイッスル。日本はもう少しでゴールというシーンでした。さあ北澤さん、前半振り返って一言お願いします。日本としては先制点を与えてしまった後、そのまま相手の勢いに飲み込まれてしまいましたね。後半はとにかく慌てないことですね。確実に守っていけば必ずチャンスは来ますから、あまり攻めを意識しすぎない方がいいかもしれませんね。日本対川崎、それでは続けて試合をお楽しみください。後半です。後半の入りというのは重要になってきますよ ね。また追加点されますと厳しくなってきますからね。はい、レアンドロ・ダミアン、サイドのスペースを使います。仕掛けるタイミングを図る橋本、大迫、原口へ、長友、南野へ、大迫、どうだ、ミドル、拾いたい。ふわっと裏を狙う、ゴールキックとなります。レアンドロ・ダミアン、組み立てながら攻め上がっていく。もう一つ前に行きたい。足元大事に行きます。シミッチへ、鈴木、南野、酒井へ、ここは間合いを取る。伊藤、プレスからボールがこぼれる。レアンドロ・ダミア、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。この位置で受ける、一旦間合いを取る。南野、川崎としては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使われないように中盤の選手がカバーすることが大事になってきますよね、うん、俯瞰してものを見るという、これまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。さあ繋がるか、いいボールでしょう。酒井、あ、いい展開ですね。ファーサイド、あ、止めてきた。大迫、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。まあサイドをね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり走していかなければいけませんよね。日本チャンスを迎えたシーンがありました。大迫、サイドを使います。この柔らかいパス、チャンスになる。川崎、ここはクリアでピンチを出します。チャンスを演出できるか、クリアです。橋本へ、ボール、
ポスト左をかすめていきました。まあ、距離関係なくシュートとフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。伊藤、原口、南野へ、サイドへ上げる、中央へ、このクリアボール次へつなげた、ミドル、わずかに左へ逸れてきます。まあ、もともとミドルが得意なプレイヤーですから、もう隙があれば打ってきますよね。いいプレッシャーです。プレッシャー、橋本、パスでつないで攻め込んでいきます。日本、原口から大迫、南野、ミドル、わずかに右へそれました。セアでも高いキックでしたし、コース空いたら打っていく姿勢が大事ですよね。伊藤、このボールをカットします。原口、南野へ、伊藤、さあ鈴木、ボールはクリア。谷口、シミッチへ長いボールを送ります。鈴木、いけるか、いいプレッシャー。細かいパス回し、丁寧に足元を使う。ここでファウルがありました。田中、縦へのボール、脇坂へ、山根、スペースを狙った。脇坂へのボール、クロスを上げる、頭だ、キーパー、これはいいセーブでしたね。まさに最後の砦ですね。橋本、南野、これはチャンスだ、チャンス、シュート、日本はここで選手を変えます。さあ日本、2人の選手を入れ替えます。原口からのパース、南野、裏へのスルーパス、いいボールですね。このクロスは相手選手に当たりゴールラインを割っています。短く出す、
さあどこに出してくる、さあどうする、これはクリア、さあ左サイドへ、さあ上げる、中央へ、ジョン・ソンリョンしっかりと抑えました。日本としては先ほどからなかなかシュートまで行けてませんけどもね、そういう守り方をされてますよね。ジョアン・シュミッチ、日本としては後半たくさんシュート打ってますからね、最後に決めて同点にできる可能性感じますよね。最後まで目が離せない試合展開になってますよね。伊藤、原口から大迫、大迫に渡る、このクリアボール拾いたい、これは日本ボールです。ショートコーナー、中人数揃っている、ボールがつながる、川崎ここクリアで難を逃れます。ここはつながりません。川崎ここは時間を使います。ジョアン・シュミッチ、岡崎ここは奪います。原口、南野へスルーパスを出す、脇坂、小林、脇坂へ、橋本から大迫、安西、裏へ届くか、安西から大迫、抜けるか、中に合わせてくるか、クロスを入れる、小林、山根、田中、一気に縦へのアーチ、南野ここは対応します。伊藤から岡崎、大迫に渡る、大迫から安西、さあシュートに行くのか、上げてくる、どうだ、ここで笛です。2対0、日本負けてしまいました。さあ北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。日本としては後半早めに1点返したかったと思うんですよね。ただなかなか自分たちの流れを作らせてもらえなかった。この辺はね、相手もうまかったですよね。そうですね、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。日本が2対0で敗れています。